さあ始まりました神保町先輩かける後輩トーク。やった。嬉しい。はい、先輩側のぼる塾でーす。お願いします。そして私たちが指名させていただきました後輩側のメゾンです。お願いします。はい、こちらはですね、神保町所属メンバーによる2組でトークを行っていきます。まあ、本当に深く関わったことない2組だと思うんです、私たち。その2組でトークをして先輩後輩の仲をさらに深めていこうという企画でございます。神保町の YouTube チャンネル登録まだの方はこの機会にぜひお願いいたします。お願いします。はい、メゾンをね、指名させていただいたんですよ。はい、なんでですか。僕ら来た時、マジで意味わかんなかったです。意味わかんないよね。なんでだろうって。なんかね、楽屋でいつも見るんです、メゾンのこと。はいはい、で、おはようございます、おはようなんて会話はするんですよ。でもそれ以上の会話をね、少なくとも私はしたことない。はるか私もない。ない。見かけるくらい。だよね。あの、原くんだっけ。うん。はいはい。原くんは最近、兵庫大学。そうですね。ライブで会って、でもちょろっとしか喋ってない。だからやっぱ舞台で喋ることしかなくて、そうそうそう、舞台でしか楽屋の裏でこんなにも見かけ合うのに喋ったことないのはどうなんだろうと思いまして。で、田辺さんとメゾンは喋ってんの見んのよ、実は。え、そうです。そうなの。え、私見ない。私ね、ちょいちょい見かけてんの。だからね、ちょっと取っかかりはあるなと思って。あ、なるほど。そうです、仲良くなれるなっていう希望を込めてお呼びいたしました。ありがとうございます。何話すの。田辺さんとはそれこそ2年前ぐらいから楽屋でご一緒したら、ちょっとお話しさせていただきます。そう、見るんだよね、見かけるんだよ。何の話してるの。あの、コンビ名に関わる。コンビ名、メゾンだね。はい、メゾンでね、あの、名前がね、あの、原一国。そう、ほら、原一国と吉野お稲荷の、原一国の方にね、メゾンと一国でね、あー、なるほど。聞いたことある、アニメ。アニメの。メゾン一国。そう、え、それから撮ってるの。あ、それから撮ってます。そうなの。なんでなんで。僕がメゾン一国めちゃくちゃ好きです。あ、そうなんだ。それでメゾンってメゾン一国って聞いてくれて、で、田辺さんもなんか今最近見出したって。その当時で、なんか普通なんかその配信サービスのなんか Hulu とかそういうので見るんですけど、なんかアニマックスで見てる。毎日夕方、夕方ちゃんと。まだ時間合わせて見てる人いるんだって。ね、確かになんか新しい方に乗っかることだけでは正解じゃないですよね。そうそうそう、古きを守るっていうのもね、生きていく上でもね。そうそうそう、そう。だから、あの、そのタイミングで見れないで話進んでっちゃうのよ。うんうん、だからもう飛び飛びで見てるから正直分かってない。ああ、じゃあちょっとにわか。まあ、絶対にわか。でもさ、吉野くんがメゾン好きでさ、なんで原一国なの。僕は正直見たことなくてメゾン。なのに一国を名乗ってるの。卒業するときにどっちかはその吉野一国か原一国にしようって。嫌じゃないですか、まあ、普通は。そのなんかかましてるやつ感がすごい。いや、だけど好きなんだよね。好きです。え、なんか好きならやるべきだよね。で、ダーツで決めようってなって。ダーツで。僕はダーツ全然したことなくて、うん、まあ、負けて、うん、原一国になりました。知らない。僕が勝ったんで、うん、吉野お稲荷君になりました。お稲荷君は何だ。ところも何もないです。いや、こっちの方がキモい。一国君より。え、そのさ、ダーツで決めたっていうところが気になるんだけど、そのさ、一回もしたことなかったわけで、原君は。はい、そうですね。ちなみに吉野君はしたことは。僕はめちゃくちゃダーツ。だからさ、はい、ずるいって、ずっと。ずるいことしかしないよ、吉野君。自分がメゾン好きでさ、一国って名乗りあるのに相方に取ってもらいたい。で、その戦い方自分の得意分野ってさ、はい、だいぶずるいね。いや、ちょっと、まあ、そこだけ切り取られると最悪すぎるんで、そこから仲良くなれるのかっていう。ずるい一国でいいじゃん、ずるい一国。いや、それだったら僕がずるい。からずるい一国にしないか。その二度目みたいな。それはもうそうします。からずるい一国にします。なんか、え、コンビはずっとその NSC でやったの。そう、NSC での最初の方ぐらいからポジティブ。あ、ずっと今5年目なんで、うん、まあ5年間ずっと。あ、そうなんだ。解散期とかなく一回もなかった。ないです、ね。どちらから誘ったの。あれ、何だったっけな。ちょうどなんかお試しで最初4月ぐらいに組んだんですけど、うん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 、僕はネットは店1回出て、そこから解散しちゃったぐらいの時にちょうど、僕も当時そのなんか1回組んだ人と解散してお互いピンになって、うん、なんかあのネタ見せの授業って、うん、なんか
時間が押して後半の方やんないことあるじゃん。でピンでその自信がないとか一切ネタ用意してきてないけど授業に参加した時に一番後ろに並んでなんとかその場をやり過ごすみたいな、うん、見学ぐらいの感じで、わかるわかる、ネタ用意してないけど一応並んどくみたいな、お互いがそれをしてて最後尾に2人いて、なんかその日だけ巻かれて、まあ、そのネタない状態でやらされて、うわ、じゃあこの原君じゃピンネタお願いします、うわやばってなって、もう適当になんかやって、原がなんか床にいるアリを食べるみたいなピンネタをしてその場 で僕はなんか真っ白衣装でおちんちんで叫ぶっていうネタをしてて、もう2人とも壊滅的に終わって、その誰ももう選んでくれない状態になって、そこで組んだ。あ、なるほど、残り物のコンビみたいな、やばいとやばいが来るんだ、どうしようもなくなる、こいつしかいないみたいな、でもそれで続くってすごいね、5年も、すごい、そうですね、めっちゃ仲いい、喧嘩しないんだ、あ、そうなんだ、いいね、でもさ、コンビとかそのトリオとかカルテットの中でもそうだけど、誰かが我慢してる時あるんですか、どっちかっていうと我慢する比率多いなみたいなさ、役割ないんですけど、それもなく、俺が我慢してるからメゾンはうまくいってるぞと思ってる方が、いや、大体そうだと思うのね、穏やかなコンビトリオも誰かが我慢してるからこその、それは大丈夫ですか、そちら側にあるとかは大丈夫、あ、うちは大丈夫、うちはみんなわがままでそれぞれの道行ってるんで、集まることないんで大丈夫、でもコンビって違うじゃない、あ、4人だとそのさ、はい、役割が分かれるけど、はい、コンビって結構重いから一つ一つの役割が、そうなってくると僕かもしれないですね、そうだよね、なんか私もそんな感じなんだよね結構その板橋ハウスっていうの相方がやられて、うん、大人気の、ちょっと知名度というか、うん、コンビパワーが、そういうのも開きまくって、ね、うん、ちょっと存在の扱いをされる時も、いや、そのあります、これは出してこよう、で田辺さんに一言もらおうこれはでもマジで言ったら、うん、その全然違います、ええ僕が板橋ハウスやってて、うん、なんか僕自分は人気ないみたいな、ヒゲするみたいなですか、うんうん、でもまず板橋ハウスの動画を僕は撮ってて、うん、でネタは100-0で僕が書いてて、うん、でなんか他の仕事と か, なんか舞台この前やってたりして、うん、その全部掛け持ちしてる間、うん、週4でサウナ行ってたんですよ、うん、こいつは何もせず、違います、でサウナ行くしかないんです僕は、じゃあ行くしかないことないんですね、仕事がないんです、あのやれることたくさんある急に私吉野くん側に来てちょっと言うのよ、そうやってやることないですよ、え、サウナさ行ってさ、うん、なんかさまとめたりしてる、サウナのここがいいよみたいな、あ、なんか仕事につながるような、ね、あ、特にしてないです、あー、ダメだよせめてさ、そう、なんかね、なんかやってるだけで安心するのよね、ネタ書いてる方がとか、やっぱその自由にさせてる気持ちもあるよね、まあ、まあそう、もう俺がそこ担うから、はい、なんかやっといて他の部分っていうのにサウナしか行かないで、うん、で存在だ存在だ、うん、それは存在よどうしたらいいのだ、なんか存在だ存在だ、その吉野の方ばっかりみんな応援するって言って、うん、騒いだ結果なんかネタを4回に1回ぐらい飛ばすんですよ、あららら、ちょっとちょっとすいません吉野くんの気持ちが分かった、ちょっと待ってください最悪、じゃあ4対1はまずいです4対1はまずい、じゃあ私は仲間だよ仲間、ああ腹くんの、うん、だってネタ飛ばすのはさもうしょうがなくない、だっていや本当しょうがないですよ、だって人間的にさもうどうしようもなくない、だってでもさ絶対飛ばさないでねなんて保証できるわけない、でもさしょうがないっていうのはこっちのセリフじゃない、うん、あんたが言うなりって思われてそれ言われちゃったらこっち何にもないよねっていうさ、はい、だから私はやっぱ吉野くんが僕はさ、原くんがなんならこういう瞬間が来るまで別に責めないですよ、飛ばしちゃおうと、あ、うん、あ私言わない言わない言わないですけど、うん、こういう瞬間にやっぱ俺は存在に扱われてるって叫ぶんで、もうそのよくしろくなんか思い浮かんでくんだよね、今までさ言わずに押し込んできたものが存在に扱われて、あんたがそういうのね、じゃあこっちもどん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 ちょっと待ってください、今2対2じゃないですか、田辺さんの意見、そう、田辺さんどっちを、私は何もしないけど、あの開き直ってるパターンだから、その自分は卑下しない、本当に真ん中かもしれない、うん、あ、本当にじゃあもう綺麗な構図なんですか、うん、あの今日もアンディはクリスマスイブにネタを作った。だけど私はその分みんながリモートやってる中、私は呪術廻戦の映画を初日に見に行った。キラキラしてる。その心はやっぱさ話題のものだから乗っかりといた方がいいなっていう。そうで田辺さんそれをどんどん仕事にして。なるほどなるほど。
あ、じゃあ趣味を仕事につな持ってくるみたいな。なんならだって今田辺さんのおかげで呼ばれてる仕事が一番多いのよ、この人。だからすごいじゃん。でその間にネタを書くで楽しむっていうので、役割が楽しむ楽しむ楽しんで、だって私何もできないとか言わないよ、はるちゃん、開き直ればいい、ね、自分なんてって思わない方がいいよ。あ、サウナ行ってすまないじゃなくて、相方はこんなに忙しいけど、うん、俺はサウナに行ってるぜイエーイってやって、なるほど、でサウナで仕事取るぞぐらいの、はいはいはい、ちょっと最高マインドだな。いや本当その通りかもしれない。こいつはしかもその僕らコンビでも YouTube やってるんですけど、うん、それの質問コーナーとか、うん、私コンビでなんか生配信する時とかに、うん、なんかいやでも全員吉野のファンだから、あダメだ、ね、あダメですか、あダメだよ、一番腹立つ。お客さんにそのえ原くんそんなことないよ、私は原くんが好きだよを先導しようとするんですよ。そういった人だよな原くん。あでもねそれ辛いよ、そうやって言って。いやそうだよ、私が叩き直してやりたい。なんかねそんなことないよ、マジ辛いよ。なるほど、だからそうなっていくの。ちょっと待って、楽しんでる、楽しんでる、ニンニクと乗せて、いや私もね昔はそうだったからすごい。私も昔はそうだった。私も昔はそうだった。でもそれを経てなんか強くなったね。いや分かる。そのそれ強くなったおかげでね。そんなことないよ待たなくなったら、もう自分しかいないのにまず褒めてあげるのが。確かに。もう自分のこと褒めたらもうあみんなどうでもよくなる。そういい意味で。そうマジどうでもいい。人のこと気にするの辛いじゃん。そうですね、めっちゃ辛いです。田辺さんが忙しかろうと、春ちゃんが忙しかろうと。もう何でもよくなるの。ああよかったよかったって思える。サウナ行ったらええぞ。そう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 。サウナで出会った人見てさ、はいはい、なんか思うとか。ああでもそれを仕事にちゃんとつなげればいいってことですか、ね。とか俺って面白いよねっていうスタンスでいれば。うわ、それの方がいいよね。相方が俺の自分のこと面白いと思ってる方が。それはそうです。うん、僕は面白いと思ってる。ああ、うわ、はい、最高じゃん。いいじゃん。あもうなんか坂上さんに見えてきた。ちょっと。何でもいいよ。ボルジュクじゃん。ボルジュクカルテットと原くんの。やばいじゃん。でも坂上さんもいつもね私のこと面白い面白いってもう9年言い続けてたのよ。あ開き直っても遊んでてもいや面白いからそのままでいいよ。そんな風に言い続けてくれる相方ってなかなかいないから。確かにそうっすね。感謝した方がいいよ。ありがとうございます。こんな目頭熱くなるような回なんて。すごい。いや本当なんかいろいろあるけどさ頑張ろう。そうですね。なんかこうやって近く屋でさ靴下で冷たい床踏みながらなんかこんな冷たい床があったかくなった時私たちはそれ感謝できるわけじゃん。そうですね。この冷たい床のおかげなのよ。そうですね。うん、だってそうだ、原くん趣味いっぱいあるよ。野球、ゴルフ、料理。そうですね。あもうこんなのもう最強じゃん。そうそうそう。もうだからもうテレビ持てるじゃん。大絶賛だ。開き直ってゴルフ行ってサウナ行って料理を極めて持ってくるぐらいの。そうそうそう。うわ絶対そうします。そうしな。ありがとうございます。それでスイーツ見つけたわけだ。あなるほど。さんといて。そうそうそう。なるほど。うん。そうだよ。絶対開き直ろう。うん、開き直って楽しみな。ちょっとごめんぐらいの気持ちでサウナとか入ってたんで、ああネタとか全然書けなくて、何の書けもないんだから謝れたって。確かに確かにそうですね。まあそうしよう絶対。うん、なんかある逆に田辺さんに聞きたいこと。私。やっぱだって一番最強マウンドだから。そうですね。うん、仕事に趣味を仕事にするってなったのでどのぐらいですか。だからそのスイーツとか、あもう仕事にしようと思って行ってたんです。思ってなかった。ただ好きっていう気持ちだけで、なんと本当に毎日デパ地下に行ってたのよ。あでだけどその仕事にしたいって思ったのは1年前ぐらいかな。やっぱボルチップが出始めた時ぐらいに。はいはいはい、やっぱりアンディしか仕事がなかったの。あそうなんですか。いやでもマジで私とハルちゃんが休みでアンディだけピンでってなった時に、あもう1年目でこんなってなって、はい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 、やばいってなって、私スイーツで行くって声に出したの。声に出したんですか。宣戦布告みたいな。あでも私行くわよと。自分にとってもそうだし周りにも、そうでツイッターとかインスタもフォロワー増やすって言ったの。どうやったらいいかもわかんないけど、とりあえずやれることはやろうと思ってやってっていう感じだね。だからもうやばいって思った時にできたかもしれない。あなるほど。あのメゾン一国で五代優作が、あの管理員さんが好きだって叫ぶ時と一緒。あーそうそうそう、わかるわかる。わかるわかる。わかるわかる。これわかんない。ということで、ということでお別れの時間となりました。早いね。まだまだ。でもなんか悩んでることとか知れると、うん、あそうなんだっていう、やっぱその
楽しそうに見えるじゃん、まあ、他のコンビとか他のトリオとかカルテットって、そうだけどみんな悩んでるんだなって分かって、で最後に田辺さんからありがたいお言葉いただきました、はい、うん、言葉に出す、はい、それが大事です、はい、今日からちょっと行っていきます。はい、で神保町で田辺さんのセミナーも、ね、開きますんで、はい、あの後でお水買っていただいて、急に、はい、後で今日買います。あ、いやダメだよ、田辺さんになれるお水、あ、分かったけど、俺なんか楽屋の床冷たいけどみたいな下り、いい言葉だなと思って感動してた、ね、あそこから始まっております。いやなんだけど、終わりじゃん、伸びないよ。はい、神保町の公式 YouTube チャンネル登録が、まだの方はぜひお願いします。以上、メゾンとぼる塾でした。ありがとうございました。ありがとうございました。